イアサントリ号による肖像画1721年作バーゼル私立美術館所蔵。サールーク・シャウブはイギリスの外交官。神聖ローマ帝国駐在イギリス代理公使、スペイン駐在イギリス大理公使、フランス駐在イギリス大使を歴任した。スイスのバーゼルで生まれた。 新生ローマ帝国駐在イギリス特命全権公使の初代コバム男爵リチャード・テンプルの秘書を務め、コバム男爵の離任後から1716年12月に公認のアブラハム・スタンヤンが到着するまで代理講師として引き続きウィーンに残った。1717 17年10月6日に帰国したが、1718年3月から5月には、再び代理講師を務めた。 外交官としての功績により、1717 17年1月にジェームズ・スタンホープがシャウブに200ポンドの年金を与えることを出願し、さらに彼を副讐の秘書にした。シャウブは、スタンホープに同伴して、1718年6月から7月にかけてパリに滞在した後、8月にスペインに向かい、スタンホープは8月27日に出国したがシャウブは、 以降一年ほどマドリードに泊まった。1720年に四国同盟戦争が終結して、a 西間の外交関係が再開されると、シャウブは代理公使としてマドリードに派遣され、1720年2月8日に到着した。正式な公使として派遣された、ウィリアム・スタンホープが1720年6月18日にマドリードに到着すると、 シャウブは7月21日に出国した。その後、ハノーファーに派遣され、同じく、ジョージ一世を君主としていただく、イギリスハノーファー領宮廷の友好を保った。1720年10月8日、騎士尺に上された。1721年にスタンホープ伯爵が死去すると、シャウブは、第二代カートレット男爵ジョンカートレットに接近した。シャウブが、 フランスのギヨーム・デュボは数奇教と親しい間柄にあったため、カートレットはシャーブがパリ駐在公使として適任であると考え、1721年3月にシャーブをフランス駐在イギリス大使として派遣。シャーブは3月11日頃に到着した。この派遣はスタンホープ伯爵の死がイギリスの退仏政策に悪影響を与えないという姿勢をフランスに示すためでもあったという。 しかし、カートレット男爵の指名した人物であったため、タウンゼンド死爵や、ロバート・ウォルポールに嫌われ、二人は1723年10月に、ウォルポールの弟、ホレーション・ウォルポールをパリに派遣してシャウブの追い落としに、かかった。このような陰謀に加えて、デュボは数奇教の死、シャウブが、ジョージ一世の目には、家計にもコネにも見どころのない外国人に移ったことも、あり。 シャウブは1724年5月に召喚された。ウォルポールは以降もシャウブを疑いの目で見ており、1736年にシャウブがパリ行きを準備しているとウォルポールはフランス駐在大使の初代ウォルドグレーブ伯爵、ジェームズをウォルドグレーブにシャウブへの疑いを述べた。1730年、国王ジョージ2世とポーランドをアウグスト2世の間の条約を交渉するために、 ポーランドに派遣され、同年11月8日から12月3日にかけて、ドレスデンに滞在した後、12月10日にワルシャワに到着した。翌年3月16日には、ドレスデンに戻り、11月3日に出国した。1758年2月27日に死去した。シャウブの署名、1734年。身長が低かった。ジョージ2世の話、 相手の一人であり、キャロライン王妃への影響力もあったという、フランスのニーム出身の未亡人と結婚した。ありがとうございます。